アレックス・バンコムは、イギリスのレーシングドライバーで、近年は、RJN モータースポーツのチームに所属して、ブランパン耐久シリーズに参戦している。ニスモグローバルドライバーエクスチェンジプログラムの一環として、日産と RJN モータースポーツの下で、GT アカデミーの育成ドライバーに対して、モータースポーツについての案内とそのスキルを磨く、手助けをして卒業生を輩出するために、 尽力している。彼は、同じく、レーシングドライバーである、クリス・バンコムの弟である。バンコムは、2001年から2003年まで、イギリスフォーミュラルノーに参戦し、2003年、冬季シリーズでは5位に入っている。彼は2005年にマセラティ4200に乗って、争われる、トロフェオ・マセラティに参戦したことが、最初の GT カーレースでの参戦となった。 モンツァサーキットで行われたレースで35秒差で勝ち、シリーズ初勝利を挙げた。2007年から2011年まで、彼は RJN モータースポーツで GT4、ヨーロッパカップに参戦した。彼は2007年シーズンは3位で、2008年と2009年シーズンは2位となった。彼は2011年シーズンまで参戦を続けて、 トータルで5回のポールポジションと10回の優勝を挙げた。バンコムは GT4 カップクラスでクラス優勝を遂げた2011年、以降ジョルダントレソンとクリストファー・ウォードと組んでブランパン耐久シリーズに参戦している。GT4 カップクラスは翌年に消滅したため、バンコムは GT3 プロアムカップクラスに移行した。バンコムは2013年に2回の優勝を挙げ、 自身のシリーズ最高位となる4位となっている。バンコムは2008年以降、バサースト12時間レースドバイ24時間レースニルブルクリンク24時間レースシルバーストン24時間レーススパ24時間レースを含む様々な耐久レースに参戦し続けている。2014年のバサースト12時間レースで、バンコム、チオ、ケリー、ライプラ4人のドライブで走行する日産。 GT-R。バンコムは2014年のバサースト12時間レースで、ニスモグローバルドライバーエクスチェンジプログラムの一環として、チ代カツマサ、ディック・ケリー、ボルフガング・ライプラと一緒に、日産、GT-R ニスモ GT-3 に登場して参戦した。チ代がレースの早い段階でクラッシュに巻き込まれ、58周目にしてチームはリタイアの浮き目にあった。バンコムは、 翌年のレースに参戦する予定であったが、彼の初めての子供の出産が間近に迫っていたため、出走を取りやめざるを得なくなった。2014年のバサースト12時間レースの後、V8 スーパーカーシリーズの耐久カップのために、オーストラリアの日産の V8 スーパーカーシリーズのチームに加わり、トッド・ケリーを子ドライバーとしてシリーズに臨むことになった。 彼らは3段500レースでは20位でゴールした後、バサースと1000レースでは7位でゴールしている。イギリス GT 選手権、FIAGT シリーズ、プランパン GT シリーズスプリントカップブランパン GT シリーズ、耐久カップスパフランコルシャン24時間レースルマン24時間レース。ありがとうございます。